2021年7月、マッチングアプリでとある年上の女性と知り合ったイッチ。ところが、この女性との出会いによって、イッチの人生は大きく狂わされることになるのでした。まずはじめに、マッチンガ佐々木と名乗るイッチにより、マッチングアプリで年上のお姉さんと付き合う方法を求む、というスレが立てられます。そしてイッチは、どう考えても聞く相手が間違っていることに気づいていない様子で、女性経験皆無のスレミンたちにアドバイスを求めました。すると、そんなイッチの書き込みに、スレミンたちは早速、自身の経験の浅さを隠すかのごとく、適当なアドバイスを投下していきます。また、マッチングアプリ経験者のスレミンは、俺らみたいな不細工なおっさんは、マッチングアプリにいくら課金しても、彼女なんてできないんやで、と、残酷な現実を突きつけました。しかし、そんなスレミンの言葉にイッチは、僕はまだ20歳です、と言って反論します。すると、イッチが思ったより若かったことに衝撃を受けたスレミンたちは、イッチに詳細なスペックを求めました。それに対しイッチは、自身が20歳の大学生であることと、今まで女性経験がないことを明かします。また、男子校出身であるため、女性とうまく話すことができず、同じ大学の女子に話しかけられても、あ、と、陰キャの典型のような反応しかできないとのこと。そのため、年の近い女性よりも、年上の女性に会話をエスコートしてほしいという願望があるそうです。すると、そんなイッチな姿を見て、昔の自分を思い出した中年スレミンたちはシンパシーを感じたようで、俺の時代にもマッチングアプリがあれば彼女ができていたのにな、と、そんなわけないやろ、な妄想を垂れ流します。また、大学時代、当然のように傍地キャンパスライフを送ってきたスレミンは、イッチが女子から話しかけられるという情報を聞き、何をどうすれば女子から話しかけてもらえるのか、と不思議そうな様子。するとイッチは、普通にしているだけで女子が話しかけてくる、と答えたため、スレ内ではイッチのイケメン説が浮上し、飛ぶ顔面ニキたちは嫉妬をあらわにするのでした。また、そうこう言っているうちに、イッチの話に興味が湧いてきたスレミンは、イッチに、マッチングアプリで誰かとマッチングできたのか、と尋ねます。すると、イッチは、なんと、年上の女性とすでにマッチングしていることを明かしたのです。ただ、イッチは、マッチングアプリ初心者ということもあり、なんとメッセージを送ればいいのかわからず困っているとのこと。すると、それを聞いたスレミンたちは、まるで水を得た魚のように、その女性は何歳なのか、や、可愛いのか、と質問をぶつけ始め、さらには女性の顔写真をアップするよう求める声まで上がります。そこで素直すぎるイッチは、プライバシーが無視で、その女性の顔写真をスレにアップしました。すると、その写真に写る女性が予想以上に可愛かったことで、スレミンたちはテンションが上がり、俺が付き合いたい、だの、こんな子が彼女だったら最高じゃねえか、だのと、一生叶わない願望を口にします。また、イッチによれば、その女性は名前をユリアというらしく、年齢は23歳で、職業はネイリストとのこと。また、プロフィール画面には、そのユーザーについた今までのいいねの総数が表示されるのですが、どうやらユリアはかなりいいね数が多く、人気ユーザーのようです。すると、嫉妬が抑えきれない様子のスレミンが、そんな人気ユーザーとお前ごときが付き合えるわけない、と厳しい言葉をぶつけますが、その一方で、ユリアが一致にいいねを返してきたということは、年下が好みなのかもしれないので、むしろ20代後半から30代が多いマッチングアプリ市場では、一致はかなり有利な存在なのではないか、というスレミンもいました。すると、
それを聞き、イッチは自信が湧いてきたのか、最初にどんなメッセージを送ればいいか、とスレミンたちに相談します。しかし、スレミンたちはお得意の下ネタ質問を投下していき、真面目にアドバイスする気がない様子。すると、そんな中一人のスレミンが、アンカーを取ってみたらどうか、と提案したため、イッチは早速、アンカーで50番のレスを指定しました。ちなみに、アンカーとはレスアンカーのことで、この場合、イッチが指定したレス番号に書き込まれた質問内容を、ユリアに送ることになります。それから少しすると、イッチが指定した50番のレスが書き込まれますが、その内容は、ユリアさんが可愛くて、僕の下半身レーダーがビンビンに反応してしまったので、いいねさせてもらいました。という最悪なものでした。そのため、イッチはすぐにその意見を却下しますが、スレミンたちから、アンカーは絶対だ、という脅しが入ったため、イッチは仕方なく、その内容をメッセージで送ることにしました。すると少しして、ユリアから返信が届きますが、その内容は、イッチさん面白い、かっこ笑い、という、意外にも好印象のものだったようです。さらにユリアは年下が好みであることを明かし、また、イッチがマッチングアプリを始めたばかりだということも、いいねをした理由なのだと話します。すると、ユリアの返事に味を占めたスレミンたちは、次のアンカーを取るよう、イッチに命令しました。そこで、イッチは次に80番と85番に書き込まれた質問を、ユリアに投げかけてみることにします。ところが、しばらくして、80番と85番に書き込まれた内容は、経験人数とスリーサイズを尋ねるという、またしてもしょうもないものでした。しかし、ピュアなイッチは、アンカーは絶対、という言葉を律儀に守り、その質問をユリアにぶつけてみることにします。すると、30分ほどして、ユリアから返事が届きました。なんでも、ユリアは経験人数2人で、3サイズは上から、83、58、86なのだそうです。すると、ユリアが見た目に反して、経験人数が少ないことに、スレミンたちは好印象を抱いたようで、スレ内ではユリアの株が上がっていきます。さらに、ユリアの3サイズを聞いたスレミンたちは、夜が楽しみだ、と、早くも希少すぎる妄想を繰り広げるのでした。また、ユリアはイッチにも、今まで付き合った人数を聞いてきたそうですが、イッチが0人だと答えると、そうなんだ、よかった、と返してきたらしく、どうやらユリアもイッチに好印象を抱いている模様。こうして話が弾んできたことで、イッチも乗ってきたのか、皆さんありがとうございます、と言うと、ユリアとデートまでこぎつけることを目標に、メッセージのやりとりを頑張ってみることを宣言しました。そしてスレミンたちも、何か進展があれば報告しろよ、と念を押しながら、イッチの背中を押すのでした。それから5日後、イッチがいなくなった後のスレでは、スレミンたちによるマッチングアプリ失敗談が繰り広げられていましたが、そんな中、イッチが久しぶりにスレに現れると、デートの日程が決まったことを報告したのです。なんでも5日間、毎日メッセージのやり取りをして仲を深めることに成功し、つい先ほど、ユリアの方から会ってみないかと提案があったと言います。そして話し合いの結果、次の土曜日に食事をすることに決まったそうです。すると、その報告にスレミンたちは大盛り上がりし、イッチにデートの様子を実況するよう求める声も上がります。しかし、そんなスレミンたちの盛り上がりとは対照的に、イッチは不安げな様子。というのも、イッチはメッセージでは会話が弾むものの、いざ面と向かって話をするとなると、いつもの、あ、から始まる小林製薬構文を繰り広げてしまう気がしてならないそうです。すると、そんな中、
恋愛アドバイザー DT と名乗るセレミンが現れ、大事なのは相手の話を聞いてあげることだとイッチにアドバイスを送りました。 DT 曰く、会話上手な人というのは同時に聞き上手な人でもあるため、彼女に対しうまい具合にいろいろ質問をして喋らせてあげることが大事なのだそうです。ところが恋愛アドバイザーの名前がよりによって童貞の頭文字である DT であるため、スレミンたちはそんな奴に言われても信憑性ねえと盛大なツッコミを送りますが、それに対し DT は本名のイニシャルがガチで DT なんだと反論しました。またイッチはそんな DT のアドバイスに対し、いざ相手を目の前にすると頭が真っ白になって質問内容すら浮かばないと言い、不安を拭いされない様子。するとスレミンたちはそんなイッチの姿を見て他人事とは思えなくなったのか、困った時の質問内容を列挙しイッチを応援しました。それを見たイッチは早速質問内容をスマホのメモ帳にメモしたようで、当日はすぐ見れるよう手にもメモしておくと言います。そしてそんなイッチのけなげな姿にすでにいるおっさんたちは深くにもときめいてしまうのでした。それからイッチはまた土曜日に書き込みますと言うとすれから去っていきました。そして3日後、待ちに待ったデート当日がやってくると、イッチは40分も早く着いてしまいましたと言い、緊張した面持ちでスレに現れます。そんなイッチにスレミンたちは早すぎと突っ込みながらも、みんなユリアが現れるのを心待ちにしている様子。ところが40分後、イッチは戸惑った様子で、ユリアさんらしき人はいるんですけど写真と全然違いますと書き込んだのです。しかしマッチングアプリ有識者のスレミンたちは、写真は多少加工しているだろうし顔が違うのはよくあることだとイッチを諭します。ところがイッチによれば、なんと待ち合わせ場所に現れた女性は40代のおばさんだというのです。するとその予想外の言葉にスレミンたちは戸惑いますが、その時イッチが、あ、こっちに来と明らかに打ち込むのが途中のような文章を投下します。そしてその言葉を最後にイッチがスレから姿を消してしまったため、スレ内ではイッチを心配する声が上がり始めました。それから1時間後、ようやくスレに戻ってきたイッチは、今ユリアさんはトイレに行っていますと言いながら自身の無事を報告します。そんなイッチに対しスレミンたちが、その女性は本当にマッチングアプリのユリアなのかと尋ねると、イッチは残念そうな様子で、そうみたいですと答えました。なんでも先ほど待ち合わせ場所でユリアから声をかけられたというイッチは、目の前のユリアが明らかに写真の女性とは別人で、おまけにどう見ても40代を超えていたため言葉を失ってしまったそうです。しかしそのまま帰ることもできず、イッチはユリアと一緒に当初予定していたカフェまで行くことになったと言います。そして食事をしながらユリアと話をしたのですが、イッチが話す隙もなくユリアはずっと喋り続けており、その内容は、私年下がタイプなんだよね、や年下に甘えられたくてなどといったものでした。そのためイッチは帰りたい以外の感情を失ったそうです。するとユリアが年齢詐称していたことを理解したスレミンたちはイッチに同情し、スレ内ではいつの間にかユリアへの呼び方がユリオーバーに変わっていきました。それからイッチは、あ、戻ってきたという言葉を最後に再びスレから姿を消してしまいます。こうして予想外に過酷な初デートになってしまったことに、他人の服を置かずにご飯を無限に食べられるでおなじみのスレミンたちは大量の草を生やしますが、2時間後
ようやくイッチがスレに戻ってくると、なんとかユリオバと解散し帰宅できたことを報告しました。そんなイッチにお疲れ様と声をかけるスレミンたちがいる一方で、中にはよかったな、また会えよと鬼畜な無茶ぶりをしてくるスレミンも存在します。しかしイッチはすっかり疲れ切っている様子で、散々な目に遭いましたと愚痴を漏らしました。そんなイッチの様子にスレミンたちからは、もうそのおばさんとは縁を切った方がいいというアドバイスが入ります。ところがあろうことか、イッチはユリオバから LINE を聞かれ、断ることができずつい教えてしまったというのです。しかも LINE はフルネームで登録しているため、ユリオバに本名が知られてしまったとのこと。それを聞きスレミンたちは終わったなとイッチの人生終了を告げますが、その一方で、本名が知られたくらい大したことないさとイッチを安心させようとする発言だけはイケメン2期も現れます。しかしイッチはそんなスレミンたちに対し、なんと本名に加えて住んでいる大体の場所も教えてしまったことを明かしたのです。それを聞きスレミンたちは絶望してしまいますが、ふとあるスレミンが、イッチが乗り気じゃないのはさすがに伝わっただろうし、メッセージが来ても無視していればユリオバも諦めるだろうと楽観的な言葉を投げかけました。さらに他のスレミンたちも、初デートの後はだいたい音信不通になるから気にすることはないと、女性と2回目以降デートに行けない2期たちならではのアドバイスを送ります。そしてそれを聞きイッチは少し安心したのか、皆さんありがとうございますと言うとスレを去っていくのでした。ところが次の日、イッチが慌てた様子でスレに現れると、ユリオバから LINE が来たことを告げたのです。しかもその内容は、今サニーフルールっていうスーパーにいるけどイッチくんもよく行くとこかなというものでした。そしてイッチによれば、そのスーパーはイッチの生活圏内にあるスーパーだというのです。するとそれを聞いたスレミンたちは、なぜユリオバはお前の近所に来ているんだと言い悲鳴を上げます。さらにその後もユリオバから LINE が届き、その内容は、岩敷郵便局のそばにいるよ、イッチくんの家ってこの近くというものだったため、イッチは恐怖のあまり混乱している様子。その状況にスレミンたちは、ユリオバはイッチの家を特定しようとしているのではないかと考え、令和版メリーさんやと言ってドン引きするのでした。またイッチはすっかりパニックに陥ってしまったようで、スレミンたちにどうすればいいかと意見を求めます。するとスレミンたちから、絶対変身するなよと釘を刺されたため、イッチはその言葉に従うことにしました。ところがその4時間後、イッチがスレに現れると、またしても慌てた様子で、今度はマッチングアプリ内でのユリオバのプロフィール画像が変わっていたと告げたのです。するとそれを聞きスレミンたちは、顔写真が詐欺じゃなく本物の写真になっていたということかと尋ねますが、そんなスレミンたちの予想に反して、変わっていたのは顔写真ではなく2枚目以降の写真なのだと言います。そしてその写真はどれも風景を写したものだったのですが、なんとそれらすべてイッチの近所を写した写真に見えるというのです。そのためイッチはユリオバがイッチの近所まで来ていることを実感し、震えが止まらない様子。そしてスレミンたちもユリオバの行動に恐怖を感じたようで、ストーカーじゃねえかとビビり散らしました。それからスレミンたちは LINE とマッチングアプリの両方でユリオバをブロックすべきだと指示しますが、その一方で冷静なスレミンは、ブロックしただけではユリオバの行動は止まらないため、
ユリオバにイッチを諦めてもらう必要があると主張します。そしてスレミンたちが話し合った結果、イッチが新しい彼女を作ることでユリオバはイッチを諦めてくれるのではないかという結論に至りました。そこでスレミンたちはアプリを通して別の女性とも会ってみるようイッチに促します。するとイッチはユリオバから離れられるのならと言い、別の女性と会うことを決め、頑張ってみますと言うとスレを去っていきました。そして次の日、イッチはまたしてもユリオバから LINE が来て、水木小学校っていうのがあったけど、イッチくんってここ出身と言われたことを報告します。ちなみにイッチは現在実家から離れ一人暮らしをしているため、その小学校はイッチの出身校ではないものの、今住んでいる家の近所であることに変わりはないため、恐怖を抱いているそうです。しかしその一方で良い知らせもあり、なんとあの後、イッチはマッチングアプリで、マイという女性とマッチングすることに成功し、現在メッセージのやり取りをしていると言います。するとスレミンたちは、マイはどういう女性なのかと言い、お決まりの写真アップを要求しました。するとイッチは早速マイのプロフィール写真をアップし、マイが21歳の大学生であることを告げます。またマイはアニメオタクのようで、自己紹介のところに東京リベンジャーズが好きだと書かれていたため、普段からアニメをよく見るというイッチは親近感が湧いたそうです。するとスレミンたちは東京リベンジャーズに出てくる人気キャラのマイキーになぞらえて、マイのことをマイキーと呼び始めました。それからスレミンたちがマイキーとはいい感じなのかと聞くと、イッチはマイキーとアニメの話で盛り上がっていることを明かします。また、マイキーは東京リベンジャーズの実写映画を見に行きたいと言っていたそうで、イッチは意を決して一緒に行かないかと誘ってみたそうです。そして現在返事待ちとのこと。すると、スレミンたちはイッチの勇気を称え、ユリオバに住所を特定されないうちにマイキーと付き合った方がいいと言って、マイキーとの恋を応援しました。そして次の日、浮かれた様子でスレに現れたイッチは、スレミンたちに、マイキーと今度の土曜に映画を見に行くことになったと報告します。するとスレミンたちはその報告に大盛り上がりしますが、ただイッチには一つ悩みがあるそうです。なんでもマイキーの好みのタイプが、東京リベンジャーズのマイキーのような強くて頼りがいのある人らしく、イッチはそのタイプとは真逆であるため不安なのだと言います。するとスレミンたちも、お前がひよってる側だもんな、とイッチをバカにし始めますが、そんな時またしても恋愛アドバイザー DT が現れ、男らしさを出してギャップを狙え、とアドバイスを送りました。DT 曰く、女性はギャップに弱い生き物なので、年下であるイッチが彼女を男らしくエスコートしてあげることで、彼女はイッチに好印象を抱くはずとのこと。そのため、映画のチケットを事前に買っておいたり、食事の店を予約しておいたりと、そういった行動で頼りがいのある面を見せていくのが大事なのだと言います。すると、イッチは DT の言葉に感銘を受けたようで、ギャップ萌え作戦を実践することに決めるのでした。こうして、イッチとマイキーの映画デート計画が練られていき、スレミンたちはイッチにエールを送ります。そして、4日後、待ちに待ったデート当日がやってくると、イッチは早速、マイキーとの映画デートに向かいました。それから、スレミンたちは、イッチに親のような視線を向けながら、次の報告を待ちわびますが、しばらくして、スレに戻ってきたイッチは、何、なんで、どういうこと、と、やけに慌てた様子で、スレに書き込んだのです。そして、その慌てっぷりに、スレ内には動揺が広がりますが、次にイッチの口から出たのは、
待ち合わせ場所にユリおばがいるという衝撃の言葉でした。なんでもイッチがマイキーとの待ち合わせ場所に行くと、そこにはあのユリおばがいたそうで、その他にマイキーらしい若い女性の姿はなかったというのです。するとその状況にセレミンたちは困惑しますが、その時一人のセレミンが、マイキーの正体はユリおばだったということかとつぶやきました。つまりこのセレミン曰く、ユリおばはイッチから LINE の返事が来なくなってしまったため、再びイッチと会うためにマイという別のアカウントを作ってイッチとマッチングしたのではないかというのです。するとその恐ろしい考察にスレ内では絶叫が響き渡ります。ちなみにイッチは先ほど遠目からユリおばの姿が見えた瞬間 U ターンして逃げてきたため、なんとかユリおばには見つからずに済んだそうです。しかしマイキーがユリおばであることが分かり、新しい彼女を作る作戦は失敗ですねと絶望している様子。するとそんな位置にあるスレミンが、無理に彼女を作らなくても誰かに彼女のふりをしてもらって、その彼女と一緒にいるところをユリおばに見せればいいのではないかとアドバイスを送りました。しかしイッチは前言った通り、女性とまともに話すことすらできないため、当然そんなことを頼める女性の友人などいないそうです。そのためスレミンたちは、いっそ男でもいい、いや俺が彼氏のふりをしてやるなどとめちゃくちゃなことを言い始めます。するとそんなカオスな空気の中、ある一人のスレミンが、私女だけどイッチどこ住みなのと尋ねたのです。それに対しイッチが千葉だと答えると、このスレミンは神奈川に住んでいるため千葉までなら電車ですぐ行けるとのことで彼女役に立候補します。するとこの女性スレミンの申し出に他のスレミンたちは大盛り上がりで、早速女性スレミンにスペックを求めました。それに対し女性スレミンは26歳の身長157センチ普通体型で、仕事はフリーターをしていると答えます。するとこのスレミンがやたらとこの顔文字を使うことに突っ込む声が上がりますが、この女性スレミンは名前に C がつくためこの顔文字を愛用しているそうです。それから一人のスレミンが、 C がつくってことはシーコみたいな名前なのと、ゴミみたいなネーミングセンスを披露したことで、スレ内での女性スレミンの呼び方がシーコになっていきました。そしてイッチはシーコの協力に感謝すると、来週の土曜日にユリオバを呼び出すので、その際彼女のふりをして横にいてほしいとお願いします。それからシーコはその頼みを聞き入れると、イッチとの話し合いの結果、その日は事前にシーコと駅の構内で待ち合わせをしてから二人でユリオバに会いに行くことに決まりました。こうしてユリオバ撃退大作戦が決行されることが決まり、スレ内は応援ムードに包まれるのでした。それから一週間後、待ちに待った作戦当日がやってくると、イッチは緊張した様子でスレに現れ、今から家を出ますと報告します。その後スレミンたちはイッチとシーコのことを応援しながら二人からの報告を待っていましたが、その20分後すでにシーコが現れたかと思うと、突然やばい助けてと書き込んだのです。そしてその予想外の言葉にスレ内は騒然としていきます。するとシーコはイッチと合流する前にイッチとの集合場所ではなく、間違えてユリオバが待っている場所に行ってしまったことを告げました。そしてそこでユリオバらしきおばさんに、イッチくんの彼女と声をかけられたそうなのですが、シーコがうなずくとユリオバは私のイッチくんよと言って髪を掴んできたため、シーコは必死に逃げたというのです。それからシーコは
なんとかユリおばを巻いたものの、今いる場所から怖くて動けないとのこと。すると、それを聞きスレミンたちは、大丈夫なのか、とシンコを心配し始めます。また、イッチもこの状況に驚きを隠せない様子で、今駅にいるから急いでそっちに行く、と言うと、シーコに今いる場所を尋ねました。すると、シーコは駅の近くにある公園の公衆トイレにいると答えます。また、シーコは花柄のワンピースを着ているとのことで、見つけたら声をかけてほしいとイッチにお願いしました。それからスレミンたちはシーコの無事を願いながら次の報告を待ちますが、その30分後、イッチが一体何なんだという言葉とともにスレに戻ってきたのです。そしてイッチはシーコに話しかけたつもりがユリオバだったという衝撃の言葉を放ちました。しかし、スレミンたちはその言葉の意味がわからず、どういうことだとイッチに問いかけます。するとイッチは先ほどあった出来事を順に説明し始めました。なんでも、イッチがシーコの待つ公衆トイレに駆けつけたところ、公衆トイレの裏の茂みでうずくまっている女性の後ろ姿を見つけたと言います。その女性は花柄のワンピースを着ていたため、イッチはシーコだと思い声をかけたそうなのですが、その女性がなんとユリオバだったというのです。そしてユリオバはイッチの顔を見るなり、イッチくん、やっと会えた、と言い、にちゃーと笑ったと言います。それを見た瞬間、イッチは全身に鳥肌が立ち、その場から無我夢中で逃げたそうです。すると、その予想外の展開に、スレミンたちは恐怖のあまり悲鳴を上げます。そして、それと同時に、シーコはどこへ行ったのか、という心配の声も上がり、スレミンたちはシーコに大丈夫か、と呼びかけますが、すでにシーコは現れません。それからスレミンたちは、ユリオバを本格的にヤバい奴だと認識し始め、イッチに、もうユリオバのことは忘れよう、と声をかけました。また、あるスレミンは、イッチの近所の情報は知られているものの、さすがに自宅まで特定されることはないだろう、と言い、イッチを安心させます。それに、無視し続けていれば、ユリオバもそのうち諦めてくれるだろう、とのこと。それを聞き、イッチは、そうですね、と答えると、ユリオバをブロックし、金輪際ユリオバのことは考えないことにすると決めました。するとその時、一人のスレミンがイッチに、そういえば前にユリオバが言っていたスーパーや郵便局は、本当にお前の家の近くなの、と問いかけます。そしてそれに対しイッチが、すぐ近くというほどでもないが、たまに行く距離ではある、と答えると、そのスレミンは続けて、近くに目印になりそうな店とかある、や、家ってアパート、何階、という質問を投げかけました。しかし、別のスレミンがすかさず、答えるな、と、イッチを制止します。さらに、他のスレミンたちからも、お前はなんでそんなことを聞くんだ、という声が上がり、そのスレミンに疑いの目を向け始めました。すると、その時一人のスレミンが、こいつ、ユリオバじゃねえ、とつぶやいたのです。そして、その言葉を皮切りに、スレナイは混乱に包まれ、スレミンたちは、ユリオバがスレに潜んでいるということか、と慌て始めます。すると、イッチは、初めて会った時、ユリオバに、よく2チャンネルを見ている、と伝えたことを思い出したのです。また、イッチは、2チャンネルで恋愛相談に乗ってもらっているということも伝えてしまったため、ユリオバがイッチの立てたスレを特定している可能性は十分考えられるとのこと。こうしてユリオバがスレに潜んでいる可能性が浮上してきたことで、一部のスレミンたちは、ユリオバ見てる、などと言ってふざけ始めますが、ふと一人のスレミンが、ということは、
シーコもユリオバのなりすましだったのかもしれないというと、他のスレミンたちもその考えに同意し、ユリオバは花柄のワンピースを着てシーコになりすまし、イッチのことを待っていたのだろうと考えるのでした。またあるスレミンが、おばはんが花柄のワンピースはきついって、とつぶやくと、イッチはユリオバのワンピースが、若い子が着ていそうなデザインだったのが余計にきつかったと、先ほど見た光景を振り返ります。そしてスレミンたちもその光景を思い浮かべてしまったようで、皆一斉に餌付き始めるのでした。するとその時、先ほどイッチに質問攻めしたスレミンが、ソウ君が家を出てから私のところに駆けつけてくれるまで40分くらいかかったよね。ってことは住んでるのは小宮町かな、と書き込んだのです。その書き込みにスレミンたちは悲鳴を上げ、ガチでユリオバなのか、いや、ソウ君ってイッチのことか、と混乱します。またイッチによれば、そうというのは、イッチがマッチングアプリで使っていた名前なのですが、その名前を今までスレ内で出したことはないため、スレミンがそうという名前を知っているのはおかしいとのこと。そのため、このスレミンがユリオバであることは間違いないようです。また、ユリオバと思われるそのスレミンが、シーコが使っていたのと同じ顔文字を使っていることで、シーコイコールユリオバ説が確定するのでした。それからスレミンたちはイッチに、今すぐ引っ越した方がいいと忠告し、さらにこれ以上ユリオバに余計な情報を落とさないためにも、このスレはさっさと落とした方がいいという声も上がります。そこでイッチはスレから立ち去ることにし、今後はアプリで会った人にむやみに住んでいる場所を教えないことにすると誓うと、このスレは収束していくのでした。ところがその2週間後、イッチによりマッチングアプリで年上のお姉さんと会った件について後日談というタイトルでスレが立ったのです。そしてイッチはあの後実家に戻り、一人暮らしの家には帰っておらず、近々引っ越す予定なのだと告げました。また実家に戻ってからはユリオバからの被害はなく、なんとか平和に過ごしているそうです。すると元スレを見ていたスレミンたちが続々と現れ、引っ越すならもう大丈夫だろうと胸を撫で下ろしました。ところがイッチはそんなスレミンたちに対し、シーコさんのことを覚えてますかと言い話を続けます。実はイッチは今日用事があってシーコと待ち合わせをしたあの駅に行ったそうなのですが、その際駅前の交番にとあるポスターが貼ってあるのが目に留まったそうです。それは、行方不明者探していますというタイトルのポスターだったのですが、そこには、椎名千佐26歳という記載と、最後に目撃されたのが駅の近くで、その時の服装が花柄のワンピースであると書かれていました。しかも、行方がわからなくなった日付が、ちょうどイッチがシーコと待ち合わせした日なのだと言います。すると、日時や女性の年齢等の情報が、シーコと一致していることにスレミンたちは驚きを隠せない様子ですが、同時に、シーコはユリオバのなりすましじゃなかったのか、という疑問も浮上しました。ところがその時、あるスレミンが、公衆トイレで会ったユリオバが、花柄のワンピースを着ていたことを思い出し、あの服はシーコの服だったのではないか、と告げたのです。つまり、このスレミン曰く、ユリオバはシーコを気絶させるか何かして、公衆トイレの中に運び、そこでシーコのワンピースを剥ぎ取って着用したのではないか、とのこと。それを聞き、スレミンたちは、つまりシーコは実在していたということか、と考えますが、それでは一体シーコはどこへ行ったのかという疑問も浮かびます。すると一人のスレミンが、今も見つかっていないということは、ユリオバはイッチに逃げられた後、シーコを車に乗せてどこかに運んだのかもしれないと言い、
最悪の事態まで想定し始めました。そしてスレナイは絶望に飲み込まれていきますが、一方でそんなのはお前らの妄想でしかないとスレミンたちの考察を否定するスレミンも存在します。またこのスレミンは以前ユリオバがスレナイでシーコが使っていたのと同じ顔文字を使っていた点からして、ユリオバイコールシーコであることは確実だと考えている模様。ところがその時、イッチが前に立てたスレを見返していたという一人のスレミンが、ユリオバとシーコは同一人物ではないと書き込んだのです。このスレミンがユリオバの書き込みを再確認したところ、ユリオバのレスにあった顔文字は口の部分が全角小文字の C だったのに対し、シーコが使っていた顔文字は口の部分が半角小文字の C だったと言います。そのためこの二人は別人である可能性が高く、ユリオバがシーコになりきってこの顔文字を使ったと考えられるそうです。こうしてスレミンたちによる考察により、ユリオバとシーコが別人である可能性が高くなったことで、スレナイはシーコは一体どこに行ったんだと混乱していきます。そしてイッチも、あの時ユリオバから逃げずにシーコをきちんと探すべきだったと自身の行動を悔やんでいる様子。しかしスレナイでは依然として行方不明の女性がシーコだと決まったわけではない、いや顔文字一つでユリオバイコールシーコ説は否定できないと主張するスレミンもおり、結局ユリオバがシーコをさらったのか、そもそもシーコは実在していたのかもわからないまま、このスレは不気味な余韻を残しながら幕を閉じるのでした。シーコは一体どこへ行ってしまったのでしょうか。マッチングアプリゼロいいねの皆さんはどう思いますか。次回の動画も楽しみにしろください。